オットー・ハーンとシュトラスマンの日フリードリヒビルヘルム、フリッツ・シュトラスマンはドイツ・ボッパルト出身の科学者、物理学者。1938年に同国の科学者、物理学者であるオットー・ハーンと共にウランの原子核分裂を発見したことで名高い。また、ハーンやオーストリアの物理学者であるリーゼー・マイトナーと共にウラン239。 プロトアクチニウム233を発見した。ウラン235に中性子が衝突させられると、ウランはバリウム141とクリプトン92へ原子核分裂し、1個から3個の熱中性合を放出する。1902年2月22日、現ドイツラインラントプファルツ州ボッパルトにて生まれる。1920年、ハノーファー大学に入学し、 科学を学ぶ。1929年に PhD を取得し、ベルリンにあるカイザービルヘルム研究所の科学部に属してハーンの助手となり、放射能の研究を始めた。1934年、マイトナーはウランに中性子を当てることで、ウランより原子量の大きい原子を生み出せるという、イタリア出身の物理学者であるエムリコ・フェルミの論文を読み、興味を持った。 しかし、フェルミの実験結果を確かめるには、物理学だけではなく、科学からのアプローチが必要だと考えたマイトナーは、ハーンに共同研究を持ちかけた。数週間後にハーンは了解し、マイトナー、ハーン、そして研究所の助手を務めていた、シュトラスマンの3人による共同研究が始まった。1936年、ウラン238に高速中性子を当てて、 ウラン239を発見。1938年に、シュトラスマンとハーンは論文を EN、ナッチリ戦車布団に投稿した。論文の内容はウランを中性子で照射した時に、生成物質の中に放射性のバリウムを発見したという実験結果を述べたものだが、シュトラスマンとハーンはなぜバリウムが生じたか説明できず、マイトナーに手紙で相談した。その後、 マイトナーと彼女の老いであり、物理学者の夫をロベルト・フリッシュと共に仮に、ウランの原子核が二つに分裂することがあるのならば、シュトラスマンとハーンの実験結果の現象が説明でき、その時にエネルギーが生み出されることが原子核分裂であると解釈した。つまるところ、このようにマイトナーやフリッシュの助けを借りて、ウラン235に衝撃を与えて分裂させることに成功した。 また同年、シュトラスマンとハーンはトリウム233のベータ崩壊より生まれるプロトアクチニウム233を発見した。1944年、ハーンが原子核分裂の発見をしたとしてノーベル化学賞を受賞するが一部の歴史家はシュトラスマンもハーンと共にノーベル賞を受賞されるべきであったと発表している。1946年、 ヨハネス・グルテンベルク大学マインツにて、無機化学の教授として務めた。1966年にエンリコ・フェルミ賞を受賞した。1980年4月22日、マインツで亡くなる。当時はまだ原子核分裂とは呼ばれていなかった。1939年1月13日に、フリッシュは実際に実験をして確かめている。オーハーン。 カイ、シュトラスマン、ウーバーデンナッシュバイスウントダズバーハルトンデアバイデア、ビストロランデユレンズミトルズニュートラーノンインステンデン、アーダルコリマタル、ナッチリ戦車フトンシ、ボリューム27、ナンバー1、11から15ページ OR フリッシュフィジカル、エビデンスフォーザディビジョンオブヘビーニュークリー、アンダーニュートロンボンバードモント、ネーチャー、ボリューム143、ナンバー3616、 276から276アーカイブド2009年1月23日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ザ・ペーパー・イズ・デイティット17ジャニュアリー1939、ザ・エクスペリメント・フォーディス・レター・ツーザ・エデター・ワズ、コンダクテット・オン13ジャニュアリー1939、C、リチャード・ローズ・ザ・メイキング・オブ・ザ・アトミック・ボム263、アンド268、ルース・レビン・シメ、 From Exceptional Prominence to Prominent Exception, Lees Maitner at the Kaiser, Bill Helm Institute for Chemistry Argab Nissa 24保春スプログラム消しヒテレア Kaiser Bill Helm, Gesellschaft im Nazoyonalz Tsiari Smooth, Due Slevin Shime Lees Maitner, A Life in Physics, Elizabeth Croford, Due Slevin Shime, アンドマークウォーカー A Nobel Tale of Post Wall, Injustice, Physics Today Vol.50 以集9 26から32ありがとうございます。